今回このパワービジョン S1 をインディーゴーゴーで見つけてすぐに注文を入れたんですね。でこれが気になった理由っていうのは、さまざまなカメラをこれまで使ってきたわけですけども、軽い待ち撮りについて考えてみれば、この iPhone 12 Pro Max これでもう、十分じゃないかなと最近思うようになったんですね。そのぐらい十分綺麗であると。それからもう一つ、来月に発表されると言われている次期 iPhone ですよね。この次期 iPhone については、動画性能の向上に、フォーカスされているっていう噂が あります。今この静止画で、導入されているポートレートの背景ぼかしですね、それが動画にも来るんじゃないかということ、それから、iPhone 12 Pro で採用された Apple Pro RAW という、RAW ですよね。これが動画にもその後編集できるような、そういったモードが採用されるんじゃないかというような噂が出てきています。こうなってくると、もう私の場合 iPhone でほぼ待ち撮りについては十分じゃないか、そういうふうに思うようになって、でこの Power Vision S1 これが急に気になって購入するに至りました。冒頭でご覧いただいたように、この Power Vision S1 これを使ってみて、基本的には満足しています。じゃあここからはですね、パワービジョン S1 の機能を少し説明していきたいと思います。まず、スマートフォン用にですね、アプリが用意されていますので、そのアプリをこのように導入してもらいます。組み立てはこのように数字がここにあるんですけども、この通りにやっていけば、それほど難しくなくできると思うんですね。で、ここにこの、私はこのケースを買ったんですけども、このように合わせます。で、スイッチを入れると、そうするとこのように立ち上がります。こいつを持ってですね、こうやるとこのように、操作が可能になっています。これが、メインのスイッチ、それから、これ録画スタートオフというようなスイッチですね。このジンバルにはですね、通常のジンバルにあるように3つのモードが用意されています。一番下の点点点ですね、これでフォローモード、ジンバルフォロー、それからチルトロック FPV と、例えばジンバルフォローというのにするとこのようにすべての動きに追従してくれます。ただし、スマートフォンは常に水平を保つと、そんな感じですね。次にチルトロックをやると、チルトロックについては、このこうやってもこのカメラの向きっていうのは、カメラというかスマートフォンのですね、向きはこれ固定されたままになります。でパンに関してはこのように追従します。ただし、下向けようと思っても下向かないと。ただしですね、この、可動範囲が非常に狭いということもあって、可動領域を超えてしまうとこのように動いてしまう。それからもう一つ、FPV モード、これに関しては、このように分かりますかね、こうやってこの飛行機で行くように、カメラも水平を保たずに、もう、このジンバルで向けたその通りに iPhone が向いてくれると、そういうモードですね。この、いわゆる、3つのモードがあります。それから電源スイッチ部分をダブルタップすると、このようにこんな感じですね、縦横が切り替えることが可能になっています。それからこのボタン、これを使うことでこのようにこんな感じでですね、ズームが使えます。ただしですね、私の1回、これこのアプリを使って
10分を超える長尺のビデオを撮った時に、実はその長尺のビデオが録画されてなかったっていう、まあ、苦い経験が一度あるんですよね。で、それからはですねちょっと怖くなって、このアプリは基本的に使わないで、標準の、純正のカメラですね、これのビデオ機能を使うことに変更しました。まあ、これも十分ですね。これでアプリを使わなくてもジンバル機能自体はこのように使えるので、全く問題なく使えますね。ただし、先ほど言ったようなその、ジンバルの切り替えで、ジンバルモードの切り替えであるとか、それからズームですね、そういったことはできなくなります。ただ、このように普通にジンバルとして使うってことは可能になっていると思います。この製品のいいところ、それはもうこのコンパクトさ、ここに尽きると思うんですね。折りたたむとこのサイズになります。しかも、ここにある QI 無線充電を使って、スマートフォンに充電することが可能になります。例えばここで電源をオンにして、でこんな感じですね、これで充電ができるわけですね。それからもう一つ、この部分に三脚が仕込まれているんですね。ここで、このように、スマートフォンをしっかりと固定した状態で三脚が使えるようになります。こんな感じですね、ちゃんと固定できます。まあ、それでもですね、このジンバルを持って出かけると思うと負担に感じる人もいるかもしれませんが、モバイルバッテリーを持って出かけると思えば負担は少ないし、さらに、撮影に使えば動画レベルもアップするというふうに考えれば嬉しいんじゃないでしょうか。実際、この私が以前紹介したこのピークデザインのこのカバンですね、この小さなカバン、これにでもですね簡単に収納することができます。でこうやって持てばそれほど負担にはならないと思うんですよね。あと私は、iPhone 専用ケース、これを買いましたが、iPhone 以外の人用に別の装着オプションが用意されています。こんな感じですね。この iPhone ケース非常に便利でよく作り込まれているんですね。でただ一点、気をつけなければいけない部分があります。これこの部分、これは実はスタンド機能を持っているんですね。で例えばここにこういうふうにしてこうやればこのようにスタンドにできます。横にもすることができます。でもう一つ、これをこっちへ持っていって、このようにスタンドにすることができます。こんな感じで角度も変えることができるんですね。ただですね、一つ気にしなければいけないのはこの部分、ここに鉄板が用意されているんですね。このようにこうするとここに鉄板がこう通っていると、逆にこのようにこっちにするとここには今鉄板がないんですね。つまり無線充電の時にはこのようにここには鉄板が来てない必要があるんですね。でもしこれこういう磁石にくっつけようと思うと、その場合にはここにこのように、磁石がひっつくためにはこの鉄板部分がここに来ている必要があるということなんですね。これちょっともしうまくくっつかないなとか充電できないなと思ったら、この位置をこういうふうに変えればうまくいくと思います。以上、今回は新しく入手したこのパワービジョン S1 というスマートフォン用三軸ジンバルを紹介しました。次期 iPhone とこのジンバルでどんな動画が撮れるのか、まあ、非常に楽しみですよね。ここまで視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。